建物の前に集まった警察官と領友会のメンバー。警察官は盾を持ち慎重に移動し、領友会のメンバーは領銃を手に警戒していました。そこに潜んでいたのはクマです。 熊が立てこもったのはあちらに見えます新幹線の工事現場です。緊張が張り詰める中、警察や漁友会などによる捕獲劇が繰り広げられました。熊が現れたのは福井県鶴ヶ市の北陸新幹線の建設工事現場。午前8時半ごろに作業員2人が相次いで襲われました。熊に襲われたのは JR に勤める。 五十六歳の男性と四十九歳の男性作業員です。一人は足を骨折したほか、顔などを引っかかれ重傷。もう一人は首や肩を引っかかれる怪我をしているということです。そうです。もう三十年。住んでますけど、初めて聞きました。怖いですね。今までちょっと熊が出たって聞いたことない。

睨み合いに終止符が撃たれました。駆除されたクマは体長1メートルのオスでした。60キロぐらい。まあこんなところに出てこれたた。鶴ヶ市内では昨日の夜からクマの目撃情報が寄せられていました。北陸で相次ぐクマによる被害。 警察や各自治体は注意を呼びかけています。